1975年のドラフト1位で同志社大学から中日に入団した田尾ですが、順調に中心選手となっていき、選手会長にまでなりました。選手会長になる前から田尾は言うことははっきり言う性格で、毎年のように契約更改で揉めたり、選手会長になってからも選手の待遇の改善など先頭に立って球団と交渉する姿勢を見せていました。そんな強気な田尾の姿勢が煙たくなっていた球団は、1985年のキャンプ直前に西武とのトレードを発表します。実は優勝を争っていた前年に田尾は、優勝したらボーナスを出してほしいと球団に要求しましたが、球団は後ろ向きな回答を続け、結果的にチームも2位となりました。そしてシーズン終了後の契約更改の席で田尾は、お望み通り2位になりましたと発言。このすぐ後にトレードが発表されたことから、長年田尾に対して良くないと思っていた球団が放出したと言われています。